あの九州ですものね。そうですそうです。私も九州。そうなんですよね。福岡でしたっけ？福岡です。熊本。皆さんは九州です。福岡。はい、福岡ですね。そうですか。福岡から見て私熊本どのように思ってました？熊本思われます？熊本。あ、分かった。二番手とか三番手。いや、やんなことないです。だってデビューは俺たちが72年デビューで八代さん71年でしょ、はいはい、やっぱりねデビューしてやっぱり八代さんがヒットチャートバーッと駆け上ってる時に、うん、やっぱ熊本ってなんかすげえ人材いるなと思いましたよ。人材発見すっごい面白いのは熊本ってなんかやっぱ演歌に行きますね。そうですね、流行歌手って感じが、うん、演歌当時はね。そうですよね。で、フォークはやっぱりポップス系というか J-POP が多いんですよね。そうか。対して新幹線で40分ぐらいの距離の2大都市なんですけど、新幹線は遠い、40分は遠いですからね。そうですね。でもやっぱり福岡が一番でしたよ、イメージは。結成71年結成です。結成してもそのままもレコードを叩かれたんです。そうですね、3人になったんです。3人、あ、それまで別にアマチュアまで5人ぐらいでいたんですけど。そうなんですか。3人になりまして、3人になってから急にやっぱり、はい、から江戸に一発出て江戸に出世せんといかんなという、なんかそんなの。そうです、周りがね、はい、すごかったですから。うん、小さい喫茶店フォーク喫茶昭和っていうところで歌って、昭和っていうところ、はい、もうまさしく昭和の時代に昭和っていう、あの喫茶店で歌ってたんですが、もうそこにはもうなんかプロが振り返るチューリップがいましたしね。それから井上陽水さんが一回上京して失敗して戻ってきて再デビューを本名でやる、はい、あの人最初はアンドレ・カンドレってわけのわかんない名前だったんですよ。なんかトンガの歌手みたいな。アンドレ・カンドレ、はい、それがもうある日のこと実践やめたっていう、やっぱ本名 で、あなた本名何って言うんですかって、うん、井上陽水ですっていう、でそういう人たちがいて、八代さんびっくりするかもしれないな、はい、我々が歌ってた昭和って喫茶店があるでしょ、うん、3つぐらいブロックがちょっとこう、はい、あの川の方に行くんですけど、うん、そこの喫茶店の店長がタモリさんですよ。嘘、タモリさん喫茶店の店長やったんな。あとボーリング場ね、ボーリング場の支配人とか。本当ですか、うん、で、あの福岡にいる時は喫茶店の店長、本当もうなんかデタラメの店長だったタモリさんが、うん、ウインナーコーヒー頼むとウインナー入れて出したとかなんかすぐ首になったらしい。そうなんですか、面白い。それからペドロみたいでしょ、ペドロ&カプリチャーズ、ペドロさんね。あ、そうなんだ、うん、だからそんな音楽の渦巻く街で仲間と結成をしてっていう。そうです、はい、そうですか、はい、じゃその頃の写真があるそうです、はい、見てみましょうか。はい、うわ、見てください、不気味な顔してますよね。あら、時代が分かりますね、はい、もう今油っ気抜けましたけどいやいや、ドロドロだよ本当、あのゴキブリの羽みたいなツヤがありますよね。なんですいうの、キラキラしてますよね。うん、いい、すごくいい。ありがとうございます。私のデビュー当時の写真があるみたい。うわ、皆さん見てあげてください、俺が解説しましょう。もう八代さんがどれくらい綺麗だったお姉さんだったか、見てください。どれありがとう。いやだしね、いやだ、髪がかってましたよね、この頃。恥ずかしい、足出しちゃって、うわ、やだやだ、体に自信があったんですね。やだ、ないないない、全然ないです。だってやっぱり熊本の八代から出てきて、はい、そうですよ、本当にやっぱり福岡の人間でしたけど、うん、そのなんか八代さんの持ってるエキゾチックな雰囲気って圧倒されましたもん。本当ですか。熊本のなんか深いところにはいい女がいるなと思いましたよ。市内じゃなくて、市内から皆さん遠いんですよ、八代ってのはね。昔は八代っては地の果てでしたよね。なんでそんなこと。八代の先は断崖絶壁になってるって言ってましたよね。母に捧げるバラードも衝撃的でしたね。これ徹夜なんて私本当びっくりしましたもん。って感じで面白かったです。何の歌もね。どうしてもふるさとを歌にしたかったんでしょうね。いや、素晴らしいですね。それでお母さんのことですものね。うん、それもちょっとコミカルにね。演歌がほら母親をものすごくこう大きく歌うじゃないですか。ねえ。あの低音の方でね、もうものすごい勢いで母親を、そんな母親じゃないんだと、うちの母親は
あのこんな愚かな母親なんですよっていう、いやそれを歌うつもりだったんですけど、それやってるうちにいい母親の感じします。お客さんがなんかジンときたらしくて、ジンときますね、すごくね。うちのお母さんですね、うちのお母さんはね、そのまあ涙声が大ヒットして、あのレコード屋さんじゃないけど喫茶店とか、あのパチンコ屋さんとか前通るわけですよ、流れてくるじゃないですか、だからね、そうすると最後までじーっと聞いて、あらどうもありがとうございましたお辞儀してた、してたそうです。あっちゃこっちゃで親ですね。親はすごいですね。親ですね。親はもうすごいですね。母に捧げるバラード最高で、これ紅白出られましたでしょ。そうですそうです。じゃあもうそこからグーンでしょ。ところがそうはいかない。なんで？ところがそうはいかない。どうして？いやいやいや、もうほらやっぱりちょっと際物だから、なんかまあいわゆる一発逆風に取られて、もうあのレコード100万枚近く売れたっていう。その前後ぐらいからどん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 お客が減っていって、何でしょうそれ、やっぱりそのまあ際物ということなんでしょうね。だから1曲聴けばよくて2曲聴く必要はないフォークグループみたいなことだったんでしょうね。まあお客減るわ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 、やっぱ東北地方回ってて、お客 10人台ってありましたもん。うわ、10人はねもう涙出ますよねそうですか、はい、メンバー紹介したらお客の方もあこっちもメンバー紹介しますって言いながらねじゃあバイトとかしたんですか。ああそうです、だからちょっとね切ない話ですけど、前の年は紅白だったんですが、紅白の ある大晦日の日、母ちゃんと女房と二人で新妻だったですけど、あやっぱりあのスナックの皿洗いやって、うわ、まあ、ね、どこか二人枠ですが、こうなれ落ちるとこまで落ちてやろうっていう、そんなのもあったんですけどね。三人、どうでしたその時気持ち。どうだった君たち。気持ちは聞かせて。独身は楽ですよ。本当そう。何？独身でしたから。独身だったから楽だったの？あの結婚間近だったから。なんでそんなことね独身。いや私初対持ってたから。初対持ってたから大変だと思ったの？はい楽です。生活が。はい。あら大変な独身だったから。結構ねこいつらあの楽しかったらしいですよね。リーダーがこんなに悩んでるのに。本当ですか。楽しい青春を過ごしてたらしいんですよ、ね、でもバイトとかやっぱされた。いやしない、しない、遊んでばっか、バイトしなかったですね、まあお金使うところもなかったですよ。本当ですか、でもなかなかこの、遠くへ行って人生って、あの知らないうちに行っちゃうけども、なんかそういう歌がありましたでしょ。大好きな歌なんですけど、思いは遠くへ来たもん、あの歌も大好き。あれね、なんでかって強烈に覚えてるのはね、あれね家帰ってきて、で娘が生まれたばっかりで、その娘をアパートのベランダで抱きかかえてるうちに、なんか五反田方面の夕焼けが綺麗で、もうやったら泣けちゃって、でなんかふっと思いついて、わずか3年しか経ってないんですよ里から出てきて、だけど3年のうちにもう上り下りの一山があったもんだから、そうですよね、ちょっとぼーっとしましてね疲労で。やっぱそのふるさとから東京のそこの場所へ遠くへ行きたいなって感じで出てきた言葉ですかね。本当ね、やっぱ思えば遠くへ来たもんだって。なるほど、ね、なんか仲良くのいいんでしょうね。